熊が人里にやってくる。北海道ではヒグマが、本州ではツキノワグマが出没。新学期、子供たちの通学にも影響。おばあちゃん家で飼っている鶏が2羽食べられてしまいまして。うわ、木に登ってる。去年は9月から熊による人への被害が急増し、10月には過去最多に。今年も警戒が必要だ。浅間山のふもと、長野県小諸市。市役所に勤める桜井雄介さん。普段は農林課で助成金の事務をしているが、野生動物による被害が出ると現場へ直行。自治体職員として被害対策をするハンター、ガバメントハンターだ。取材班が案内されたのは、熊の罠を仕掛けた場所。で、まあ、これ全部熊によってちょっと折られてしまったブルーベリーですね。7月に入り、ブルーベリーの被害が相次いでいたのだ。まあ、手の届きやすい低いところ折られてしまっていて、まあ、まさにちょうど出荷を迎えている時期だったので。駆除しすぎると絶滅の恐れがあるため、各都道府県が生息数を管理するクマ。狩猟期以外は原則銃での狩猟は認められておらず、その都度県知事に許可を取り罠を設置して捕まえないと駆除できないのだ。これは何ですか、この上の粉みたいなの。米の精米の時に出る米ぬかですね。今日は蜂蜜を追加してます。ここから200メートルほど離れた畑で熊が罠にかかった。しかし熊がかかっていたのは、鹿やイノシシを取るためのくくり罠。あくまでもイノシシと鹿に限った許可においてかけている罠なので、それ以外がかかった場合は捕獲が原則ですね。じゃあ熊は熊の罠で捕まえるしか捕獲方法はない。はい、そうです。麻酔で眠らされた熊はタグをつけて山に返される。こうした熊が他の動物の罠にかかる事例は4月から11件起きている。難しいですよね。本当にこう農家さん、被害に遭われた農家さんからすればやっぱり取ってほしい、保護するっていうんであればきちんと出てこないように保護してほしいって。北海道の大学で行われていたのは狩猟の実習。鹿の胸を狙って。ちょっと難しいですね、結構ずれるんで。まずは狩猟に興味を持ってもらうことから。野生動物の捕獲の中では一番クマがレベルが高い、技術が求められます。四方を山に囲まれた土地に200万人近くが住む北海道札幌市。クマが住宅地のすぐ横を歩く様子も目撃され、市はおとといまで山への入り口を閉鎖していた。すみません、無線チェック。はい、クマ、クマあります。はいはい。500人ほどいる北海道猟友会札幌支部から選ばれた35人からなる札幌市ヒグマ防除隊。この日は新人あさりさんとベテラン新明さんが狩猟期以外に猟銃を使用する許可を得て、山を調査する業者の護衛を任された。ご年齢をお聞きしてもよろしいですか。若手といっても僕まだ51なんで。息子のような感じです。77です。実はまだ熊を撃ったことのないアサリさん。隊長の玉木さんは
必ず新人とベテランを組ませている。実際に山に入ってで自分で狩猟をしてでちゃんと無事に戻ってこれる、その技術を身につけるとどうしても早くても30代中ぐらいになっちゃう。でそこから先ヒグマに対峙するスキルまで身につけてるって言ったらもう当然50代近づくになってるわけですよ。ハンターの高齢化が進む中、次世代の育成は急務だ。相次ぐ市街地への熊の出没を受け、国は7月から法改正に動き出した。現在市街地での発砲は警察命令がないとできないが、緊急的に発砲を可能とする方針だ。だが発砲に伴う責任を誰が負うのかは決まっていない。法改正における国の検討会の座長を務めた専門家は、市街地等でも狩猟ができるというのは、ある意味最終手段で、技術をしっかり持った方、訓練も継続して受けている方が対応すべきだというふうに考えてます。去年9月、札幌市の住宅地の近隣にある大学内に熊が出た。あ、それフェンスです。熊が、乗り越えてこっち側に来て行き来していた。警察官が交通規制を敷く中、発砲が法的に問題ないか市が確認を取り、最終的に発砲まで4日かかった。一度だけ熊がハンターの目の前に来たが、撃たずに、でここで撃てば当然後者に当たりますよね。一発の弾丸がすごい威力を持っていて、ここで撃てばあらゆる長弾も考えられますし、これを一発そらしたら大変なことになるっていう時の射撃ではメンタル面が全く違うわけです。長野のガバメントハンター桜井さんは地元の小諸市猟友会に所属している。この日はメンバーとの射撃練習、市の鳥獣管理を担うのはほとんどが猟友会員だが、平均年齢は60歳。会員数もここ20年で半減した。朝も3時4時に起きて見回りして、かかってればそれを処理していかなきゃいけないし、それ終わってからみんな会社に向かって飛んでいくという、その先にどん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 と続いてこないんですよね。ガバメントハンターは市と猟友会を信頼でつなぐ。うちだから頼っていっちゃう方だから、逆に本当頼ってきてもらいたいんだけど自分頼らせてもらって8月になり、熊の目撃や農業被害は人が住むエリアへ拡大した。お盆過ぎからある地域では連日熊が堆肥用の生ゴミが入ったコンポストを荒らし、ゴミを食べているという通報が相次いだ。やっぱここから出入りしてますね。毛もついてるので、これ熊の毛ですね。夜明け頃ですね、20分はいましたね。ここにじっと座ったっていうか、うつむいて食べてたようで、孫がいるんですよね。その子たちが被害に遭わないかどうかものすごく心配で、これだけちょっと同時多発的に出られちゃうと本当に近くに、その辺にいるんでしょ、今もうまさにもう生ゴミに夢中になって毎日来てるんで、熊を呼び寄せたのはやはり人が、その原因の一つというところもありますよね。誘引物をいかになくすかっていうのが、寄せ付けない一つの対策ではあると思いますね。時を同じくして別の熊がここを歩いていた人に危害を加えたのです。先月27日午前1時ごろ、50代の男性が親子の熊と遭遇。転倒したところ、追いかけてきた母熊に左腕を引っかかれた。親子の熊はそのまま逃げていったという。小諸市では10年以上熊による人への被害がなかった。
桜井さんは即日で許可を取り、各所に熊用の罠を設置。その2日目の朝、カメラに映る熊が確認され、翌日、一頭が捕獲されたっていう状況ですね。耳には以前放獣されたことを示すタグがついていた。警察に相談し、市が付近への安全確認を済ませ、熊は駆除された。自分のその資格とか、まあ、経験を生かしながら、まあ、駆除ありきではないというところの中で、まあ、どのように鳥獣対策がやっていけるかというところを、まあ、これから地域の人と本当に考えていかなきゃいけないのかもしれないですね。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。土曜朝8時はウェークアップ。